影の王が告げる。これより先は鉄壁の砦。剣聖の後継者を伴い、文字盤に手を触れるがいい。これは。鉄壁の砦はともかく、誰を指してるかは明らかですね。しかし。まあいい。継ぐ資格があるかはともかく、私以外に該当者はいなさそうだ。試しに文字盤に触れてみようか。影の王が告げる。これより先は鉄壁の砦。剣聖の後継者を伴い、文字盤に手を触れるがいい。なるほどな。鉄壁の砦、まさにそのものの場所か。レイストン要塞、確か王国軍の本拠地でしたか。しかも歓迎する気満々みたいですな。これは参った。待ち受けているものも押して知るべしだろう。決死の覚悟で挑む必要がありそうだな。厳しい戦いになりそうですね。また兵隊さんたちと戦うことになるんでしょうか。そこや。
次行こうか。影の王が告げる。これより先は鉄壁の砦、剣聖の後継者。
ようこそ、とでも言えばいいのかな。シード中さん。君か。ケビン神父、いろいろとあったようだね。まさか、こんなことになるとは思っても見なかったよ。ええ、悪い夢でも見てるみたいですわ。しかし、大聖堂の地下でのやりとり、覚えてるみたいですな。ああ、私がいつここに再現されたのかはわからないが、その記憶があるのは確かだよ。リシャールさん、どうもお久しぶりです。まさかこのような形であなたと再会するとは思ってもいませんでした。はあ、私もだ。しかし、君が一番やりとは厳しい展開になりそうだな。ご謙遜を。ですが、私としても負けるつもりはありません。囲まれたか。王国軍所属中佐マクシミリアン・シード、レイストン要塞元守備隊長の名にかけてあなたたちを無力化する。我が右手には剣より光ったりし輝きを持って我が名をかけてまいWe'll be right back.
さすがはリシャールさん、聖杯騎士も加わればこちらの敗北は必然か。何の鉄壁の陣、
見せてもらった。式に関してはすでに私を超えただろう。まだまだ未熟です。このような場なのであえて言わせてもらいますが、リシャール先輩、つくづくあなたが王国軍から去ったことが悔やまれますよ。それでは殉傷を惜しんだかつての私と同じだろう。すでに道は分かたれ、私は剣の道を、そして道は違えど同じ志を抱くことはできる。確かに。これを。これは。先輩も言いましたが、自分はあくまで一番やり、試練はこれからだと覚悟した方がいいでしょう。ケビン神父、殿下、シュバルツ大尉、そしてリシャールさんに、エステル君たち、君たちを含めた全員がこの世界から抜け出せるよう導いてやってくれ。ええ、任せといてください。大した人ですね。先に進むとしようか。せっかく中佐が道を示してくれたのだからな。ね、了解ですわ。どうやら次は弊社みたいですね。Thank you.
やれやれ、この程度か。この扉は、そこがレイストン要塞の第一兵舎にあたる。先ほど中佐から託された鍵で開くはずだ。なるほど、それでは。兵舎の一つに過ぎないから、中はそれほど大きくないはずだ。手早く探索を済ませてしまおう。了解ですわ。Thank you.
動終了。先に進もう。まだまだ未熟。お待ちしていましたわ。え、君か、カノーネ君。ああ、なんという運命のいたずらでしょう。閣下にアダナス呪われた役割がこの私に課せられるとは。ですが信じてください。私の望みにかかわらず戦わざるを得ないということを。ああ、わかっているさ。しかし、閣下はやめてほしいものだな。もともと、左官ごときに使うべき継承ではないし、君の、所長という呼び方も、かなり馴染んできたところだからね。閣下。ですがどうか、この場はせめて閣下と呼ばせてくださいませ。この場にいる私は、過去に囚われた未練の象徴。閣下に切り捨てていただくことで、生まれ変われる気がするのです。カノーネ君、わかった。好きにするといい。なんか思っていたよりも、はるかにけなげな姉さんやな。思っていたよりもは余計ですわ。それでは閣下、全力で挑ませていただきます。覚悟はよろしいですか。ああ、
さすがはリシャール閣下。それ以外の方もまあまあ手ごわかったですわ。おおきに。そちらもなかなかの手応えでした。この先に待ち受けるのはリベール切っての武神たち。くれぐれも閣下の足を引っ張らないように注意なさい。承知しました。カノーネ君、どうやら私にはまだやり残したことがあるようだ。この先にあるという試練、おそらくその流れにあるもの。君のおかげでようやく覚悟が固まったよ。閣下、そこまでおっしゃられるのであればこれ以上は何も申しません。試練を乗り越え、どうか無事にお戻りになってくれますよ。あ、もちろんだ。さて、いよいよ本丸みたいですな。この要塞の司令部ですか。ああ、中庭の正面にある建物だ。まずはこの鍵を使って扉を開いてみることにしよう。そこや。
実力や。さて、ここが司令部の建物だ。へえ、さすがに大きいですやん。3階くらいはあんのかな。前に潜入した時は1階だけでしたが、上に続く階段がどこかにあるんですね。侵入者対策のため迷いやすくしてあるのだよ。いくつも並んだ扉のどれかが上への階段に通じているはずだ。そうだったんですか。さて、諸君、この先はこれまで以上の試練が待ち受けていることだろう。だがそれでも我々はあえて挑むしか道はない。行くぞ諸君。立ち塞がる壁を乗り越え、影払う光を手に入れるために。あん、汝悔い改めし幽谷の剣客、我が元に引き連れよ。さすれば扉を開かん。
真の実力や。
ヘイ。Thank you.